せーの、321よしたいくぞー、ホタです。はい、ということで今日はですね、もし彼氏が体調悪くなったらどういう対応をするのかモニタリングをしたいと思います。今はですね、別の企画で撮影の前なんですけど、僕が急にマジで吐き気とかめっちゃ具合悪くなります。急に演技をして、で、ヒカルがどういう対応をするのかを皆さんにお見せしたいと思います。はい、ということで最近僕が結構ね、ヒカルにやられてるので、今回はマジで僕が俳優になりきって、まあ俳優やってるんですけど、はい、じゃあということでやっていきましょう。せーの、やってみよう。はい、ということでですね、今ここにカメラとは別のね、隠しカメラを仕掛けたので、ここにあればバレないです。ヒカルをじゃあこれから呼んで早速やっていきたいと思います。いきましょう。パチ、ヒカルー、撮影するよー。準備できた？準備できた？ペタペタペタ。え、準備できた？うん。はい、撮ります。行きましょう。なんか巻き、めきって言った。巻き、めき？何？頭痛いよな。熱中症かな。どれやろ。ちょっと待って。今来てる波が。頭痛の波が。頭痛いの。バファリン飲む。いや、薬には頼んないから。それ毎回言うよな。薬に頼んない。なんで？やばい。頭痛いの、うん、なんだ、急に来るんよな。偏頭痛みたいな。そう、なんか急にギュンってくる。と、と。いった。あれ？ここやばい。いった。なんかそんな急になる。え、なんかズキンってくる。あ、中からってこと？そう。そんななんか投げられた。痛いの、痛いの、痛っ。あ、やばい、これマジやばいやつだ。大丈夫？やばい、いった。え、大丈夫？待って、病気なのちゃん、中からってそんなの、そんなのなったことないで。気持ち悪くなってきた。え、やばい、ちょっと見せて。いった。大丈夫？そんな急になるの？ちょっと待って、気持ち悪い、マジやばい、吐きそう。待って、気持ち悪い。待って、他のに。え、大丈夫？熱中症なの？ねえ、吐いてないよ。吐いた方が楽やで、多分。熱中症。他の友達も吐いて治ったんやって。友達レスキュー。何？救急車呼ぶ？やば。やば。どうしたらいいの？ふたくん？大丈夫？キリキラ。え？ねえ、ドッキリじゃないの？ホタくん、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 ねえ、起きて。ドッキリでしょ？起きて。ね、ホタくん。ドッキリじゃないの？え？ドッキリでしょ？
キリ大成功。ドッキリ大成功じゃない。いや、信じてないよ。嘘つけ。めっちゃ結構焦ってたよ。オタクって言って、イエーイ。いや、でも最後本当に下手くそだった。じゃあ笑っちゃうよ。あれ冗談、俺ついてるんでしょカメラ。結局はヒカルと同じ手段使ってるのよ。はい、ついてないです。消えてます。ついてないじゃん。何言ってんの。それプライベートドッキリ。え、カメラ回ってない。プライベートドッキリなんか。え、普通に気になってさ、ヒカルがどんな感じになるのか。はい、以降企画。そんなことある。そんな初めて聞いた。はい、ということでカメラがあちらにあります。プロじゃない。プロじゃない。こっちに俺はつけずに、こっちにつけました。え、今日結構俺演技頑張ったんやけど、どうだったみんな。最初はガチ。なんか太田くんよく頭痛くなるし。そうそうそう。なんか喘息持ってたから、うん、それはありやったけど、最後のはない。まあ最後のはちょっとだって頭きて、うん、息できなくなるのはわかるけど、うん、心臓デスノーとかはい、ということで以上。勝手に締めんね。俺のやつやん。開始大成功。まあ優しいですね。素晴らしい対応してくれました。え、逆にそんなしんどそうにしてて心配しない方がやばいよ。でも俺はもう見捨てられるかと思ったんですよ、正直。どういうこと。あ、もうドッキリだなって最初から。最初ちょっと怪しいんだけど、本当にしんどそうだったから。結構ガチだったね。うん、熱中症だって。ヒカル昨日本当に友達になって吐いたから。うん、最近ちょっと親近感あったり。そうそう、気をつけないとなっていう。はい、ということで皆さんもまだまだ熱中症にはご注意ください。はい、そういう動画。そう、そういう動画。あの、熱中症を注意したい動画なんよ。ああ、なるほどね。そもそ もうドッキリとかモニタリングとかじゃないんよ。ああ、もうそれはどうでもいい。もう趣旨はそれ。皆さん熱中症にはご注意ください。まず水分だわ。塩分がちょっと入ってると結構いい感じで。はい、で、なんか結構ね、血分とかもなんか、おたと。ヒカルでした。バイバーイ。バイバーイ。